ました。監督、コーチ、スタッフ、チームメイト、応援してくれたたくさんの方々の支えのおかげでここまでやることができました。本当にありがとうございました。その中でも一番近くで応援してくれた家族に今日はこの場を借りてお礼を言わせていただきます。まず両親、丈夫な体に産んでいただき、好きになった野球を目いっぱいやらせてもらいました。本当に感謝しています。小学生の時、学校が始まる前、毎朝一緒に練習を手伝ってくれたこと一生忘れません。ありがとうございました。妻、本当にいろいろ大変なことがありましたが、常に野球に集中できる環境を作ってくれて本当に感謝しています。ありがとうございました。そして子供たち、君たちの存在が自分のための野球から人のための野球に変わりました。毎朝家を出るときに、パパ頑張ってね、その言葉でどれだけ頑張れたか。今度はパパが応援する番です。それぞれの目標に向かって頑張ってください。ありがとう。最後にファンの皆様、どんな時も変わらぬご声援をいただき、試合に勝てない時、打てない時、打席に立つのが怖い時もありました。それでも声援が背中を押してくれてここまでやることができました。本当にありがとうございました。またドラゴンズには、これからのドラゴンズを背負って立つ若い選手がたくさんいます。これまでと変わらずご声援よろしくお願いします。応援してくれた方々の期待には応えられなかったかもしれませんが、自分なりに必死になって17年間やってきました。悔いがありません。これからドラゴンズは必ず強くなります。これからもご声援よろしくお願いします。17年間本当にありがとうございました。